インターネットテレビビル増刊号デスクの山谷です。本日はジャーナリストの大高美希さんをお招きしてお届けします。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、はい、つい先日大高さんがワックから本を出されまして、はいはい、こちらですね、はい、日本を貶める反日謝罪男と捏造メディアの正体、はい、でこれが発売から1ヶ月も経たずに、はい、2万部突破ということでおめでとうございます。ありがとうございます、はいはい、で反日謝罪男っていうのはなかなかこうインパクトのあるタイトルなんですけれども、はい、で僕もこのタイトル見た時、まあ、何人かの顔が浮かんでは消えてなんですけれども、はい、まあ、具体的に著者の大高さんからこの本はどういう本なのかというのを簡単にご紹介いただければと思います。はい、反日謝罪男といえば、はい、結構思い浮かぶ人多いと思うんですけれども、うん、はい、私がこの本で一番言いたかったことは、はい、やはり中国共産党という厄災、うんうん、その厄災が例えば今の武漢ウイルスにしても、はい、もう全世界中にばらまかれている、ええ、この厄災ですよね、はい、でこの中国がしかもこの世界に迷惑かけ続けている現在進行形の状況の中で、うん、まだ生き残りをかけてそのプロパガンダに徹して、中国共産党がいかにこのウイルスを封じ込めて、世界に、一帯一路健康シルクロードと名前を変えて貢献してるのかという、うん、本当に、うん、黒を白で言いくるめてプロパガンダを展開中で、で実はそのプロパガンダの矛先になっているのが、うん、残念ながら日本も含まれているというね、そのことを訴えたかったんです、うん、やはりどれぐらい浸透してるのかっていうのは、はい、今回、いち早く春節の時に入国制限をしなかった、はい、永田町、霞が関、はい、どれぐらい中国の工作が浸透してるのかとかね、メディアにしてもいろいろとこう浮き彫りになってきてると思うんですけども、はい、まあ、そういった中で象徴的にもう今まで中国にひれ伏してきた、ちょっと語弊があるかな、まあ、どうしようもない男たちを、いやもうまさにその通りですよ、はい、書きました、はい、で内容はまあね、鳩山由紀夫さんっていうのも有名な方ですけれども、例えば伊藤忠の丹羽宇一郎さん、丹羽さんは結構書店なんかに行くと、はい、まあ、政治経済社会コーナーでよく平積みにされてて、はい、もうあたかもすごく立派な知識人かのように思ってる方も、はい、まあ視聴者には少ないかもしれないですけど、はい、一般的にはそう思われてるような気がするんですよね、はい、でも実際この本を読んでみると本当とんでもないねえ、もう読んでて恥ずかしくなるような内容の著書をお書きになられて、それを赤裸々に分析させていただきましたけれども、はい、本当に習近平様を礼賛して、でしかもね、これ本当ひどいなと思うんですよ。ウイグル、チベット、はい、特に今すざましい弾圧を受けていて、150万人から500万人、まあ、数字は幅があるけれども、そのウイグルの方、再トレーニングセンターという名の強制収容所に入れられて、で武漢肺炎の蔓延とか、まあ、それ以外にも臓器売買疑惑、いろんなねその問題、今ホロコーストが行われてるんじゃないかって指摘されてるのに、その丹羽さんと来たら、元大使でありながらですよ、私はウイグルをくまなく歩き回ったって、たった一行でね、その中国政府批判を入れないって、やっぱりねこう恥ずかしいことなんですよね、うん、うん、でなんでこの丹羽さんっていうのは、はい、そういう染まっちゃったんでしょうか。それは裏でこうお金が動いてるとか、やっぱそういうのがあるんですかね。やっぱり伊藤忠会社自体を中国に人質に取られてると思いますし、で個人的にはあくまで裏取り憶測でしか言えませんけれども、はい、中国にはその4つの罠があると言われていて、対外工作に赤、緑、黄色、青かな、赤ってわかる？赤、うん、赤い罠って言ったら、赤い罠って言ったらピンクネオン、ああそっちですか、うん、あいわゆるハニートラップ、ハニートラップ、うん、青は何でしょう、サイバー、あサイバー、サイバートラップで、緑がいわゆる臓器移植、メディカルトラップって言われてるんですけれども、はい、
永田町の政治家の中にも親中派と言われる人の中に臓器移植受けてるっていう指摘もあってですね、でそのじゃあ臓器はどこから出てきていろんなデータとね、まあ、政治家としては弱点になりかねないんですよね、でそういうメディカルトラップ、はい、で黄色はなんだ、黄色は分かりやすいマネー、そうですね、この4つがあると言われていて、なんかに引っかかってる可能性はあるのかなと思いますけどね。ああ、なるほど、この議員は何色だっていうのをちょっとね予測するのも4色ぐらいの人がいると困っちゃうんですけどね。ああ、それはでも、いてもおかしくないですね。で今回そのプロパガンダという意味ではWHO のテドロスさんが、はい、もう完全に習近平中国共産党の手下となっている実態が、まあ、白日のもとにさらされたわけなんですけれども、はい、特にこういう、まあ、韓国、うん、中国どっちもやっぱりこう国境を越えたこう反日ネットワークっていうのが存在していると思うんですよね、はい、でそのあたりっていうのもやっぱり小高さん取材されてて、はい、こうやっぱり実感するところはありますか。そうですね、もういいように国連が乗っ取られて、まあ、パンギムンさんが事務局長になってから県庁になったと思うんですけれども、その後にやっぱり中国が今回 WHO で、より明らかになったけれども結構もう国連の要職占めていて、だから国連って一体誰のためのものか、中国のプロパガンダ機関かというぐらいのことが世界にバレちゃったので、はい、私はこれを機運にね、やはりもう一回国連解体して、新しい中国抜きの日本がちゃんと主軸になれるような、アメ米中日米、まあ、イギリス入ってもいいですけど、そういったね新しい国際社会のこの再構築の機運がね、逆にいいチャンスなんじゃないかと思うんですよ、まあ、不幸中の幸いと言いますか、ねえ、まあそうですね、このまま世界が中国が5カ国の中に常任理事国に入ってていいなんて誰も思わない。この WHO の惨状を見ても、金の力でどんどんねじ伏せて、ねえこんな迷惑な話ないじゃないですか、はい、そうですね、本当に、なんかアメリカでは弁護士がですね中国に対して各国が損害賠償を求めるべきだみたいな、はい、そういう論調もあるみたいなんですけれども、実際なんか今回の中国の例えば隠蔽体質とか、まあ、そういうのを見てると本当に中国こそそういう法廷で裁かれるべきなんじゃないかなと思ったりするんですよね、本当ですよね、習隠蔽って言われてる、習隠蔽、ね、もう広まっちゃってますけど、はい、日本でも訴訟を起こしたいぐらいですよね、訴訟といえばかつて、クリントン政権時代に、中国にいる抗日連合、まあ、在米華僑がね中心になって、はい、その仕掛けてね、アメリカの民主党政権に100兆円規模の対日訴訟を、はいはい、70年前の戦後保障をわざわざ持ち出して、リタイアした、軍隊の方を焚きつけて、でお金になるっていうことでやってね、でギリギリそのまあブッシュ政権になって、これやまずいぞ、こんなのやったら今度日本だって原爆投下とかいろいろ戦争犯罪言い出すぞっていうことで一応収まったけれども、散々もう好きあらば訴訟して日本からむしり取ろうっていうのをやってたのは中国ですよね、でそれ見習って韓国とかも慰安婦とか戦後賠償っていうことで、いろんなことをでっち上げてお金を引き出してきてっていう背景があるので、今こそリベンジのチャンスじゃないかと思うんですが、なんか相手にする必要ないんですよね、本当はそんなお金目当ての連中を、そうなんですよ、ただ実際厄介なことに、まあね、慰安婦にしても80億円以上か総額、日本から拠出されていて、社会党がつるんでやってたんですけれども、だから本当にね日本のその脆弱な対外工作がしやすい、ロビー工作がしやすいこの、ね、日本の体質っていうのをここで改めないと、いつまでもむしり取られる、ね、場合じゃないなと思いますし、もう一つ反日謝罪男と並べてこの捏造メディア、はい、っていうのもこのタイトルにあるんですけども、はい、まあ、今おっしゃった話と、まあ、もちろん通じるところで、本当に捏造メディア、具体的には、まあ、やっぱり朝日新聞毎日だけじゃなくて、はい、やっぱり共同通信とか NHK とか、まあ、そういうちょっと中立公平を装った通信社
であったり、まあ、NHK がひどいんですよね、はい、これ本当に読ませていただくと、まあ、大体この朝日のひどさというのは割とこう浸透してきたと思うんですけれども、共同通信って盲点で、やはり共同配信、特に国際的なの記事とかも全部地方紙が買ってるわけじゃないですか、危険ですよね。で逆に工作をしたい連中は、共同通信ロイターのタッグで世界に発信して日本を貶めるっていうことに着目していて、もう朝日は何やっても叩かれるし、古いというか、だから共同非常にまずいですね。でその共同が発信したおかしな記事もこの本で指摘させていただきました。はい、はい、ということで、まあ、この反日謝罪男捏造メディア、このまあこの2つの実態をですね、この本では本当に詳しく分析書かれていますので、ぜひ、書店でお買い求めいただければと思います。よろしくお願いします。